はい、では今日のご質問です。先生こんにちは。こんにちは。人の意見に左右されて自分がない高校3年生です。これから大学に行って、まあ、進路を決めようというところですけども、自己肯定感を高めるために自己啓発本や自己啓発系の YouTuber なんかを見ていたりしますけども、人の意見に左右されず萎縮しない人間になるためにはどうしたらいいですかっていうお話ですね。まず自己啓発本とか自己啓発 YouTube とかを見てる時点で自分に自信がないと思います。で、あんま見ない方がいいと思いますね。で、結局どうしたらいいかっていうと、その、自分の得意分野とか、趣味でもいいんですけど、自分が輝ける場所っていうのを、ご自身で見つけて活躍してみてください。例えば、その、ゲームが得意な人だったら、もう今、オンラインゲームとかもありますし、そのオンラインゲームですごいね、活躍してみるとか、サッカーをね、昔からやっててサッカーが得意だっていう人は、サッカーサークルなんかで輝いたりとかして、要は自分の得意分野で、その、輝けてたら結構自己肯定感っていうのは磨かれると思うんですよね。で、逆に自分の得意分野じゃないような場所とかで、その、比べられたりとか競争とか、まあテストとかもありますよね。そういったもので、その、自分が凹んだりとかすると、ああ、俺ってダメなやつなんだなって思っちゃったりすると思いますので、できればその、自分がマウンティング取れるようなところ、っていうのところで自分の自己肯定感を高めてもいいんじゃないかなって思います。ですのでそうですね、自己啓発とか自己啓発系の YouTube 悪いっていうわけじゃないんですけど、結局自分自身で経験してレベルアップしていかないと、結局多分これやんないと思うんですよ。で、自己啓発本とか自己啓発系 YouTube って、その人が成功した過程をただ喋ってるだけなので、あなた自身の経験じゃないでしょっていう話になりますよね。はい。ですので、自分が輝ける場所、得意分野っていうところを見つけていただいて、そういった分野で本領発揮というか輝いてみてください。そうすると自信は湧くと思います。